エーミアがふざけすぎてますので、もう大概にしてほしいもんだなと思いますし、ネット上の皆様のご意見もそのようですね。戴冠式の投影費用に関する問題です。女性自身さんが見積もっております。相当すごい額です。こんなかけるんですね。エーミアが行っても日本国の損失にしかならないんですね。日本国でこれほど支持もないし、嫌われてるわけですから、英国に行ったとしても同じことが起こるでしょうと。英国の皆さんも聡明でしょうから、一瞬でエーミアの本性と紀子様の鬼の顔と見破るんではないでしょうか。日本でも支持がない皇族を送ることは無礼極まりないと思いますし、このような決定をした宮内庁は許しちゃいけないと思います。英国と日本の関係にも遺恨を残しかねないかなと、絶対に何かしらやらかすと思います。そんな英宮に都営費用が推定なんですけども、女性自身で上がっておりまして、それがなんと 2.3 億円というんです。こんなかけるんですね。なぜ国益を大きく害するような戴冠式の英宮のご旅行ですよ、こんなものは。非常に国民は怒ってるんです。2.3 億円もかかるんですかと。どんだけ国民の税金に負担を強いるんですか。国民のことなんて何にも考えてないですよって僕は思うんです。45億円以上の豪邸を作って、今回は 2.3 億円ですか。これもっとかかるんじゃないでしょうか。後の動画で検証していきたいなと思うんですが、非常に無駄遣いです。陛下が言っていただけるんであれば、何目かけてももう全然問題ないです。非常に大きな国益になるので、取り戻せるのは分かってるからです。何目かけてもらっても構いません。陛下に言っていただきたいなと。非常に残念だなと思うのは、陛下が行かれた場合、絶対にガーター勲章もらえると思うんですよ。ご関係性から考えても、ガーター勲章とは世界最高クラスの非常に名誉な賞なんです。騎士団の称号ですね。13世紀に遡りますけども、エドワードの時代からなんですが、これはチャールズ国王しか渡せる権限を持ってないんです。今回の戴冠式の招待状のデザインに採用されていましたガーター勲章ですけども、これは公益に大きく貢献した人物に贈られる非常に名誉な賞なんですね。これを陛下は、いただく可能性は極めて高かったのかなと思います。その流れでね。これも阻止したい狙いがあったんじゃないのかなって私は思ってるんですよ。やっぱり紀子様がね、陛下、横浜子様がガーター勲章とか、もらったりすると、絶対的な支持が陛下に行くのはもう目に見えてますから、紀子様は面白くないわけですよ。このようなものもありまして、戴冠式とガーター勲章の、授与を阻止するために、園遊会をわざとぶつけてきたかなと思いますし、陰謀論でも何でもないと僕は思いますね。ですから、宮内庁の抗議電話がかかってくるんじゃないんですか？いくら宮内庁が取り繕った説明をしても納得してもらえないんじゃないのかなと思いますよ。まあ、その前にね、髪型なんとかしてほしいですけどね。政府専用機は天皇皇后両陛下や、皇太子ご夫妻、総理大臣などの海外訪問時や、外国における緊急事態での邦人の輸送などに利用されている政府所有の航空機である。機内には貴賓室も備えられているんですね。非常に豪華です。エーミアが乗る資格はありません。熊本みたいにですね、エコノミーで行けばいいんじゃないですか。熊本も行ってないと思いますけど。航空自衛隊によって運用されて、故障などに備えて、原則的に2機が同時に飛ぶというんです。これも無駄遣いですよね。エーミアの場合2機なんて飛ばす必要ないでしょ。そもそもエーミア自体が故障してるんですから。元宮内庁職員で皇室解説者の山下真嗣さんは、宮内庁から同行する職員は、皇嗣職の勤務官や皇嗣職の従医、身の回りのお世話する職員などで15人程度でしょう。池谷さんとか連れて行かないでくださいよ。全然可能性としてはありますから。取り巻き連れて行かないでくださいよ。赤木さんとか。ロンドンでの宿泊費や食費、車両の借り上げ費などについては英国が招待しているわけですから、おそらく、規定の人数分は英国側が負担するとありがたく書いてありますけども、英国民の税金で英宮を呼ぶってわけですね。ありえないですよね。あ、でもね、結構日本側が負担することになるんじゃないんですかって思うんですね。過去最大規模になるらしいですよ。外務省の職員や皇宮警察官なども随行しますから、少なくとも30人以上となるはずで、ただの旅行でしょ、エーミアにとったら。エーミアご夫妻の海外ご訪問では過去最大の規模になると見られています。エコノミーで行け、エコノミーで。安倍政権時代、政府専用機を使用する首相の外遊の費用を計算したところ、1回につき2億2000万円ほどであることが判明しました。その根拠はこれでしょうね。資料がありましたが、だいたい40回行かれていまして、データが古いですが、総費用が87億7400万円です。1回あたりで計算するとだいたい2億2000万。これで収まるんですかね。これは安倍さんの場合ですけども、
もう贅沢癖が極まりない貴子様であったり、何考えてるか分からないですね、エミアが行くわけですから、非常識ね、45億円かけた人間が行くわけですから、なんで1000万ぐらい増えてるのか謎ですけど、お召し物のご身長や国王への贈答品などの費用も含めると、そんなん盗まないでしょう、衣装代とか考えると。今回のエイミアご夫妻のご奉衛の費用は2億3000万円ほどになると思われます。そんなんで収まらないでしょう。そしてエイミアが乗る政府専用機というものは変わってるんです。これ前の政府専用機の中ですけども、ご立派ですよね、非常に。これ前のやつですよ、役目を終えた時に撮られた写真ですから。それでもこんだけ豪華なんですよ、飛行機ですよこれね、雲の上でこんな部屋なんですよ。そしてラウンジもある、旧政府専用機、しかもこんな部屋もある、もうね、家じゃないですか。これは空を飛んでるとはちょっと考えにくいと思うぐらいですね、非常に豪華ですね。それはね、結構かかりますわな。まあ、そして新しい政府専用機です。婦人室があるんですね、これ一部ですかね、非常に豪華ですよね。貴賓室、じゃあもっと豪華っていうことですよね、婦人室がこれなんですから。もう部屋ですよね、こうなると家みたいですよ、すごいですよ、もうエイミア家みたいですね、そんぐらい豪華ですよ、もうすごい立派じゃないですか。事務作業室もあるわけです、もう宇宙船みたいですねこれね、はい、相当豪華っていうのがね、これ雲の上ですからね。そんな横暴なエイミア家に対してついにツイッター国民がブチ切れたと言えるんじゃないでしょうか、ずっとトレンドになってるんですね、エイミア関連が非常にやはりトレンドになっている、それだけツイッターの皆様が怒っているというわけですね。とある方がつぶやいていましたが、だいたい 93% ぐらいネガティブな反応であるという話が出てますので、ほとんどがネガティブな評価かなと。一定擁護もありましたけども、それ悪心ですね、残念ながら。悪心はもう何でも擁護しますから、穴の開いたバケツですから全く参考にならない。エイミアご夫妻と同盟費用がトレンドになってるんですね。これがトレンドになるということは、皆様、怒り狂ってるんですね。ランダムに抽出しますが、2300万どころか230万でも高すぎるわと。我々の決定で言って、しかも日本国民に恥をかかせるんだと。まさに私がもう最初言ってたことを端的にまとめてくれているような文章です。本当にその通りだと思いますよ。許しがたいなと。宮内庁もだけど、本人たちもよくも抜け抜けと。不愉快な夫婦であると。それからこんな場をわけまえない日本の恥を整えるだけのために 2.3 億も使うのかと。まあいくら外面を整えたところでにじみ出る癒しさは隠せないだろうよと。まさにおっしゃる通りだなと。というわけでツイッターの皆様非常に怒られていますから、しばらくトレンドなんではないでしょうか。本当にね、ふざけてますよ。こんなんして 2.3 億円もかけるんだったらば、本当に陛下に言っていただきたいです。そうしたら絶対帰ってきますから。なんでエイミアが行くんですか、許しがたいなと僕は思います。許せない。はい、以上です。こんだけね、宮内庁が国民を無視した結果ですよ。これがツイッターでも出てるんですよ。で、やっぱ思ったのは、広報室ね、作りましたけども、エイミアはね、そんなにコントロールできると思ってんの？もうコントロールできてない証拠じゃないですか、これが。取締室って呼ばれてるぐらいじゃないですか。しかし、ツイッターの皆様非常に怒られてるんですね。これを抑えることは絶対できないですよ。エイミアが変わらない限りね。広報室じゃなくて、エイミアの教育室であってほしいなと思います。直していただくのは、エイミアだと思いますけどね。ご教育されたらいかがでしょうか、広報室ね。正しい皇族のあり方をエイミアにぜひとも教えてあげていただきたいもんだなと思いました。非常識ですからね、非常にエイミアは。はい、以上です。それでは皆様ご一緒に、しかしお疲れ様でした。ありがとうございました。ほんとふざけるなっていう話ですね。はい、以上。我々に喧嘩を売って出て行った人間が2人ほどいます。それは誠と小室です。そんな小室は恥も外分もなく、我々の税金にたかってるんです。非常に不愉快。どっちかにしてくれよと。我々と絶縁したんですから、なぜ我々の税金をそんな簡単に受け取れるんですか？なんでそんな簡単に支援がですね、行くんですかって思います。断れよと。プライドないんですか？弁護士になったわけでしょ？不正な手段を用いて。あなたにはプライドないんですか？と思いますけどもね。許しがたいなと思うし、我々に対して感謝なんてしたこと一切ない。土地を変えようが二人の本性だ。まあ最初は良かったとしても、まあ後々、まあどんどん分かると思うんですね。やっぱりバレてきたなと。そら、相手にされないよね。マコさんが今、孤独化している、中間女性プライム。まあ、これは前からね、言われた話なんですよ。最初のイメージとしては、
K とマコの夫妻について、これまでの報道ではアメリカ現地の日系人たちに助けられながら生活を送っているという見方が強かったと意見がありましたけども、しかし実際はのくもりされているってわけです。まあ、最初は総領事とかから要請があるって書いてありましたから、まあ仕方なくというかお付き合いで助けたりしてたんですけども、しかしです、まあ、態度が非常に悪いってわけです。キャロライン・ケネディさんにはそこそこ行くんですけども、小室夫妻はパーティー招待されても返事がなかったりして、まあ、根本的に舐めてますよね。まあ助けてもらって当たり前し、まあそもそも感謝の教育もですね、受けてこなかったんだなと思います。同い年とは思えないですね。まあ異常だなと。小室佳代も同じような人間ですし、責任たかってるじゃないですか。ですから感謝なんてないんだろうなと思います。まあ佳代さんは人に感謝がない人間であるのは間違いないなと思うわけなんです。そんな教育の賜物として、まあ小室が生まれたんでしょう。まあ小室の態度を見ていても助けてもらって当たり前と、まあ、そして利用できそうなものは必死に利用すると、恥も外聞もなくね。そんな人間に付き合いたいと思う人って現れるんでしょうか。私は付き合いたくないですね。そして軽蔑します。まあ孫も一緒だと思います。温室育ちで今までチヤホヤされてきたんですけども、助けてもらって当たり前と思ってるんじゃないのかな。まあですから家事とか炊事とかもメイドサービスに頼ってるんじゃないんですかって僕は思うわけなんですね。まあそんな人間ね、価値ないですから誰も相手にしないですよ。非常に厳しい言い方ですけども、誰が相手するんですかそんな人。メリットないでしょ相手にして。もうお金もらっても嫌だなと思うんですね。ですから離れていってる。まあそれは無理ない話。実際のけものなんですよ。当然でしょ。もっとひどくなっていくと思いますし、孤独を極めるだろうなと思います。そんな二人は避けられてる風な話なんです。パパラッチが小室夫妻をとっても二人で歩いてるところしか撮られたことないんですね。ということは彼らとプライベートで会いたいと思う人がいないってわけですよね。非常にかわいそうだなと思いますよ。そしてこれがずっと続くんでしょうね。あのままだったらサポートしてくれる仲間がもうほとんどいなくなっていると。まあ最初助けるけど、まあやっぱり徐々にね、小室の正体がバレてきてみんなね、避け始めたっていうのが正直な感想。まあそして現地の日系人が小室夫妻のサポートしているといった報道が目立っていますが、実際はその逆なんですよと。例えば現地には日本弁護士たちのネットワークがあるんですけど、そのグループ内では小室の名前を出すことすらタブーだと。まあ小室のことを擁護しただけで非常に叩かれるんです。ところが全くないんです。まあなので皆さん寄りつきたくない、近づいてくるなと、浮くと。しかしそうなったのは小室と真子が悪い。 100% 彼らに原因があるし、理由は分かりませんが現地には日本人の味方がいない状況なんですよと。日系人コミュニティに馴染めないのかもしれませんねっていう話があったんですよ。しかし孤軍奮闘してるみたいだったんですけども、最近のご様子を見ていても報われてないんです。根本を変えないと誰も相手にしないですよ。日系人コミュニティと距離を置く理由と記事がですね、週刊女性プライム。あ、小室くんは大変ですね。リストラも、叫ばれていて、かなり M&A の市場は冷え込んでいますから、小室くんも危ないんじゃないのかなと思いますし、皇室ブランドも落ちてきたのかなと。ただ、私はね、クビになっていただきたいと思います。真面目に頑張って来られた方が、バカを見るじゃないですか。正直者がバカを見る世界はあってはならないと思うんです。こんな不正弁護士は直ちに解雇すべきであると。早く不正がバレてほしいな。本当にローエンスタインサンドラの同期の人がかわいそうなんですね。後輩ですけども、ローエンスタインサンドラの人は小室と同じ時に受かってるんですよ。受かってるんだけど、まだロークラックのままなんですよ。おかしくないですか？まだ14人ぐらいいるんですよ。これだけでも私は許せないなと思うわけなんです。その人たちはちゃんと JD 出てるんですよ。JD 3年間行ってるっていうことは、LSAT ちゃんと受けてるんです。非常に難しい試験なんですね。小室なんかに絶対突破できるはずないんですよ。LSAT の延長として、ニューヨーク司法試験があると。だからほとんど落ちないと思いますけども、小室は受けてないからやっぱ苦労したんだよねって思います。本当に実力でいったんですかって、まあ今でも私は疑っています。まあそして日本にいる時のように一挙一動が報じられるわけではない。海外生活は真子にとって療養しやすい環境だと言われていた。仮病で何が療養することがあるんですか。複雑性 PTSD なんて仮病ですよね。あなた温室育ちですよね。まあ、好き放題やってきたじゃないですか。我々がしてたのは批判です。ね、誹謗中傷ではございません。複雑性 PTSD になり得る根拠がないんです。複雑性 PTSD の正式な発行は、マコさんが診断されてから3ヶ月後なんですね。あなたが診断されたのは何なんですか？
美智子さんも失声症と同じようなニュアンスなんじゃないんですか。担当医師が異例の修正をされたり、これは忖度による診断じゃないのかな。怪しい点が多すぎます。和田、精神科医が複雑性 PTSD ではないとプロの方が否定されておりますから、まあ、やはり複雑性 PTSD ではないと思うんですね。渡米直後は夫婦がラフな服装で街をカッ歩する姿がたびたび目撃されたと。自由な生活を手に入れた彼らの結婚について人気ドラマになぞらえて逃げるは恥だが役に立つと振り返る人もいました。正確に言えば恥が逃げた。ニューヨークには日系団体が複数ありますが、マコはいずれのコミュニティとも距離を置いているようだ。距離を置かれてるんでしょ。元皇族という肩書きを利用するために接近してくれるですね、人がいないとは言い切れないため、気軽に親しくなれる状況ではないでしょうと。誰もが親しくなりたくないから近づいてないだけだよ。こんな人と一緒に捉えてみてくださいよ。もうものすごい叩かれますよ。それは寄らないですよ。まあ、そんなん関係なくね、私はお付き合いしますっていう人は彼らに人間的な魅力がないと寄りつかないですね。しかし彼らがそのような人間的魅力を持っているとは全く思いませんからね。だから誰も寄りついてないわけですよ。まあ、当たり前です、こんなのは。で、日系団体としてもマコと接点を持てばサポートしてると邪推されかねず、自然と避け合う形になってしまっていると。ですから味方がいないっていうわけです。主な理由は現地で頼れる人がいない、気軽に帰国できる状況でもない、孤独と不安を募らせているようですと。こんな結果になるの分かってたじゃないですか。国民に唾吐いて出て行ったでしょ。謝ってくださいよ。なんでここまでして小室みたいな男と結婚したかったんですか。意固地になってただけなんじゃないんですか。まあというわけで当たり前だなと、どんどん苦しんでいただいてと思います。以上です。それがあなたの選んだ道なんですから。じゃあしかしバイバイ、さよなら、ありがとうございました。西村さんは年収3000万円もらいながら紀子様と美智子様の犬とかしているんではないでしょうか。今や二重権威とよく言われるわけですね。この美智子上皇后が退位されても権威を持ち続けてるんじゃないかと。そして言えるのは紀子様も非常に権力をお持ちかと思いますし、二重権威どころか三重権威になってるのかなという気もしなくもないですね。宮内庁が紀子様と美智子様に言いなり状態になってるんですよね。宮内庁の西村宮内庁長官と池田次長、非常に紀子様、美智子様にとっていい働きっぷりをしてるんですね。園遊会の開催って誰が主導して決めたんですか。やっぱり西村宮内庁長官、池田次長かと思うんですね。まあ、池田次長も次の宮内庁長官になられるのかなと思ってるんですけどね。宮内庁であったり候補室も警察庁のシフトが続いているんですね。西村さんが非常に動きやすい環境が構築されてる。広報室も藤原舞子さんが入ったりしてるんですね。警察庁といえば治安が悪いと言いますか、あんまりいいイメージはないですから、広報室に入られるのは陛下が望まれたような我々に皇室の姿をお見せになるというふうなお話ではなくて、エーミアが気に食わないコメントは叩き潰すと、そういうご意見が反映されたい広報室になってるんじゃないのかなと。広報室は名ばかりで取締室だと思いますよ、ね、前代未聞の行為だと思いますし、治安維持法であったり公安でも作ろうとしてるんですか。それは本当に皇族がやるべきことなんですか。国際的にも笑われると思いますし、失格行為ですよ。我々の基本的人権を侵害しようとしてるんです。言論の自由を我々は死守したい、それを意味合いで潰そうとしてるんですね。これは異様であると。我々の基本的人権はそんなことで侵されていいんでしょうか。基本的人権の獲得に人類がどれだけ苦労をかけたかっていう意味は学んでないんでしょうか。そんな紀子様、エーミアに対してですね、紀子様が A 王室に親近感があるかと、エーミアご夫妻が A 戴冠式出席に疑問の声が出ている納得の理由と、5月6日にロンドンのウェストミンスター寺院で行われる A 国チャールズ国王の戴冠式にエーミアご夫妻が参列されることが閣議決定されたという、英国王室から天皇陛下に戴冠式への招待があって、エーミアご夫妻が代わりに出席されることになりました。この決定に至るまでにちょっとした疑念があった、それは今もなお続いている印象がありますねと、皇室ジャーナリストの方が。簡単に言いますと、戴冠式への出席はエーミアご夫妻よりも天皇皇后両陛下の方がふさわしいんではないかとの声が宮内庁の内外でも上がっているということになります。なんと宮内庁でもその声が上がり始めたと。じゃあ止めてくださいよ。抗議の電話どれぐらい鳴ってると思うんですか。真面目に対応しようとしてないのかなって思うんです。コメント欄ベースでも教えていただいているように態度が悪かったりするらしいですよ。答える気がなかったり、そんな感じで思います。そもそも戴冠式の招待状は形式上天皇陛下に宛てられたものであるものの、
誰かに来てほしいといったことではありませんと。国家元首がその代理のものなのか、招待を受けたそれぞれの国が判断して決めるわけです。いや、陛下に招待されてますから、陛下に来てほしいのは明らかでしょって僕は思いますし、何回も言いますけど、チャールズ国王は900年来の伝統を打ち破って国家元首であったり、君主を呼んでるんですね。チャールズ国王と陛下のご関係を考えても、陛下が行くのは順当極まりないと思うんです。エイミアが行く理由なんてないでしょ。その意味では、皇子であるエイミア様が皇嗣妃である紀子様を伴って戴冠式に出席することに何ら問題はないはずだが、そうなのですが、コロナ産騒動がエイミアに与えた様々なダメージがことのほか重くと、小物問題も極めて大きい問題だと思いますけども、エイミアって昔から問題行動を起こしまくってるわけですよ。チャラチャラしたネックレスをつけたり、高級車乗ったり、タイに愛人作ったりとか、問題行動だらけですよ。クリントンのレセプションキャンセルしてタイに生ず見に行くとか、皇族とは思えないような行動をしてるんですね。英語学も学んでない。一般人より立ち悪いと思いますよ。不良皇族ですよ。今回の小物問題によって起爆したという話でしょ。国を代表してお祝いの場に列席されることへの違和感が宮内庁周辺に渦巻いているようですと。元よりチャールズ国王との結びつきで言えば断然陛下であって、異論を挟む人はいません。実際チャールズ国王も自身と縁のあるより関係の深い人たちに出席してほしいとの思いがあるとも噂されましたが、結果としてエイミアご夫妻の出席で固まったというわけですね。これ遺恨残すと思いますよ。チャールズ国王をここまでしてくださってるんですよね。それは陛下が行かれるのが筋でしょ。それを西村宮内庁長官であったり池田次長がもう全力で阻止したような気がしますけども、そのバックにいるのは美紀子様であったり時子さんじゃないんですか。それは三種権威じゃないですか。誰が権力持ってるんですか。このような異例な構造はあってはならないと思うんですよね。皇族の方々皆で陛下を支えるのが正しい姿なんじゃないんですか。なぜ権力を持ったりしてるんですか。それが叩かれてるわけじゃないですか。しかも民間出身ということもありますから、よろしくないというわけでしょう。まあ、やっぱり紀子様のご家庭もちょっとよろしくないご家庭だと思う。らしいですよね。横島を近づけてしまったんだなと思いますし、香淳皇后が美智子様の結婚を反対されていた、香淳皇后が正しかったんだなと、まあ、思います。宮内庁はエイミアご夫妻が出席することの妥当性をそれなりに説明していますが、まあ無理でしょうね。ご夫妻の海外訪問はあれなかの影響によりほぼなく、ぶっつけ本番の印象は否めないですね。政府専用機にまで乗っていくんですね。今までエイミアはずっと民間機で行ってきた理由があると思います。まあそれは文春の電子版に書かれているんですが、エイミアは最も嫌う政府専用機は宮内記者が同乗するんですね。なので、エイミア様はメディアに近くまで立ち寄る機会を与えてしまうことをかなり嫌がっているという記載があるんです。だから今まで民間機で行ってきたんでしょ。プライベートを重視したいからですよね。宮内記者いたら皇族として演技しないといけないですから。本当は皇族とは言えないと、資格がないと思います。日本国の象徴としてすでに機能してないと思いますので、偽皇族ではないのかなと。だから皇族ぶらないといけないわけですよ。会見もおぼつかないのもあまり考えてないんじゃないのかなと。まあしっかり考えてらっしゃったら陛下のように凛々しく発言されると思うんです。陛下でエイミアに抱くような感情って抱いたこと全くないですからね。むしろ非常に綺麗な言葉で本当に感動を与えてくださっていまして、涙も流れてくるような時もありましたよ。非常に温かいもので包んでくださっているんだなと、国民の方向を向いてくださっているこの方こそ日本国の象徴に間違いないと、象徴の象徴と言っても過言ではない。エイミアの場合はそのような感情で抱いたことは1ミリもありません。たどたどしいなと、何を言ってるのかわからない、もっとはっきり言ってくれと、そういう感情しか思わない。そして残るのはストレスです。これが差ですよ。これを英国に生かしたら英国にとっても恥でしかないし、英国に無礼を働いてるんですね。それを何億円もかけてさ生かすってありえないでしょ。だから宮内庁内ですら反発が出てるんじゃないかと。止めてくださいよ、何がしたいんですかって思いますけどね。まあ以上です。それでは皆様ご一緒に近いお疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあね。